皆さんこんにちは、田中道子です。一つご紹介したいものがあります。それが私も好きで描いている油絵です。私が今回自粛期間で描いたのもいくつかあるんですが、例えばですね、こういったもう抽象画ですね。抽象画だったり、これは赤い絵の具を使って素材を意識して描いてみたりとか、私これまだ途中なんですが、ちょっとこっから描き足していくんですが、こういう風に、まあ、ちっちゃいサイズでもいろいろ楽しめるものなので、そんな油絵を今日はご紹介したいと思います。この無地のキャンバスに絵を描いていこうかなと思ってます。で、油絵ってこう敷居が高いよって思われがちなんですが、意外とそうでもなくて、こういう板とかだってもう世界堂とかで買うと200円とか300円とかなんですね、このちっちゃいんだと。で、油もそんなに高いものでもないし、筆なんかはあの水彩画とかで使う筆とか私も実際使ってて、まあちゃんと手入れしたら使えるので、そんなにこう身構えなくても楽しめるなと思うので、皆さんこれを機にね、一緒にやってみてはどうでしょうか。今回使う絵の具こうやって出しておきました。ブルーが多いイメージですね。これ全部出してるけど、それぞれ色違うんですよね。ちゃんと濃いものからちょっと緑みがかったものまで様々あります。私基本的にもう筆一本で描くことが多いです。というのもこう違う色が乗っかった時にその混ざり具合とかもすごく好きなんで、こうやってちょっとずつ足してた時の混ざりとかも綺麗だなと思うので、もう基本的に筆一本で描きます。私が好きな色は基本的に青なんですけど、青の中でもちょっとこう青緑っぽい色が好きですね。初音ミクの色味って感じですね。私の好きな色は綺麗じゃないですか。私はそもそもですね、大学がデザイン系の学校でして、絵はずっと独学で趣味で描いてました。言っても独学なんでそんな自信はないんですが、こう楽しんで描いてます。まあ油絵っていうのはこう水彩画とかアクリルとかと違って、どんどん重ね描きができる絵の具なんですね。っていうのも、こう一回乾いた上に重ねていったり、油絵でよくあるんですけど、ベチョって乗ってる上にさらにベチョって絵の具が乗ってるっていうのも油絵の醍醐味なので、私もいろいろ独学なりに調べたんですが、本当にその絵の描き方っていうのは人それぞれなので、もうそんな知識ないしって思わずに、ぜひ気軽に描いてみてほしいなと思います。で、これ見えてるかな、全体的に油を溶かした絵の具をファンデーションでいう下地ですね、化粧下地みたいのをまず乗っけます。私がそもそも絵に興味持ち始めたのはファイナルファンタジーっていうゲーム、あのゲームで FF8 を私人生で初めて FF シリーズでチャレンジしたんですね。その時にエスタっていう街が出てくるんですよ、 FF8 に。その街がね、私本当に大好きで、ちょっと近未来でちょっとこう青みがかった、全体的に青みがかった街なんですけど、こう移動手段とかもこうなんだろうな、こういうお皿みたいのに人が乗ってヒュンって移動する、そんな街なんですよ。でもすげー素敵とか思って、あーでもよく見たら他の街もすごいいろいろ計算されて綺麗だなって思って見るうちにも FF が大好きになり、 FF の背景を描いてみたい、 FF の街を描いてみたいって思いで、いろいろ絵を独学で描き始めたんですね。デッサン初めて描いた時すごい難しいけどめちゃくちゃ楽しかったんですね。なんかこう自分が今までやったことのないことに挑戦してるってこともそうですし、どんどん出来上がっていく達成感とかも含めて、なので私は絵ってこんな魅力があるんだっていうのも含めて、絵私下手だからっていう人にもぜひ、そういう人にこそチャレンジしてもらいたいなと思ってます。ね、ちょっとこう進んできたところですね。ちょっと今回何かなって感じはするんですけど、今だいたい
下地の部分、イメージは水を、水流をイメージしてもらえればいいかなと思います。でこう油絵でもべちょってのっけるだけじゃなくて、ちょっとこう水彩画っぽいタッチっていうのも表せるので、そこはもうお好みでいろいろチャレンジしてみてください。この色は同じ青でも海っぽいなとか、あこの色はディカプリオの瞳の色だなとか、本当に色っていろんな、同じ青とかでもいろんな色があるんですね。そういうのを楽しめる、こう注目して見れる方とかには、本当に特に油絵とか絵っていうのは描いてみてほしいなと思います。私も最初抽象画っていうのが全く描けなくて、というか今も別に全然上手くはないんですけれど、何から描いていいかわからないっていう方には、やっぱり真似から入っていいと思うんですね。こう素敵だなって思う作品のもうこう一部だったり切り取ってで組み合わせたりとか、そういう好みで描いてみてもいいと思うんですね。で真似てたら、私もそうなんですけど、いろいろこう、あこの作品いいな、あの作品いいなって見るようになってから、あこうしたいな、ああしたいなっていう好みが確立されてきた感じで、そっからようやくちょっと筆が走るようになりましたね。なんで何描いていいか分かんないよって方は、本当にちょっとね、モナリザを真似て描いたっていいし、本当に2つと同じ絵はないので、描いてしまえばもうあなたの絵になるってことで、いろいろ描いてみてほしいなと思います。ちょっとね、濃い色も乗っけてきました。こんな感じです。でもこうちょっと濃い色とか乗せてくると、透明感が出ます。コントラストを出すと結構こう水の透明感だったり出やすいと思うので、もし水をテーマに描かれる方がいらっしゃったら参考にしてみてください。これ手元ちゃんと取れてるか。なんかこうコラボしてみたいですよね、その有名なんかこう天野さんとか、その FF のキャラデザインとかやられてる方なんですけど、弟子入りするっていう夢をいつか叶えてもらいたいな。一緒にねコラボとかしてもらえたら感無量ですけど、いやでもおこがましいですね、本当に。痛、足めっちゃ痛い。正座で描いてた。あそうだ、油絵のいいところもう一個、バーって間違えて描いちゃったって時は、これちょっと油つけた綿棒でこすると、ほら取れるんですよ。これ水彩画でも無理ですよね。頑丈なキャンバス、もう何にもないです。油で溶ける性質、溶けるというか、まあ油に相性のいい絵の具の性質だからこそできることですね。今ゴミ捨てて思ってたけど、これ私はギャンブルはメインレースしかやりません。やりすぎ現金ってことで自分を戒めてます。今回の絵はですね、ちょっと実はちょっとした仕掛けがありまして、後半にお披露目できると思うんですが、そうだ、絵を描く時のコツって言ったらおこがましいんですけど、私なりに見つけたポイントがあって、これ基本的に青く塗ってるんですね、まあ、いろんな青を使いながら。で全部塗っちゃうとすごい子供っぽい絵になっちゃうので、こういう風に白い部分とかっていうのは意図的に残すようにして、で後からいらないなと思ったら塗りつぶせばいいので、こう青ベチョベチョってのせると淡白なイメージになるので、こうやってグラデーションだったりちょっと白い隙間を、余白をね残したりとかして、そうするとちょっとこう大人っぽい絵というか、ちょっと絵が上手になったような気になる絵を描けますこれ言ってるけど、なんか絵のプロから見たら何言ってんのって思われるのかな。私本当に独学なんだよね、そこだけはちょっとご了承ください。本当にプロとかいたらちょっと本当にお手柔らかに見守ってもらえると嬉しいです。
よし、ちょっとここで色を作りたいと思います。今こうざっとねパレット使用途中、うわー垂れてる垂れてる、使用途中なんですけど、ピンク取ります。さらにピンクにします。かわいいピンクになりました。青入れます。こっちの方も入れます。スルーと、わかりますかね、綺麗な紫になりました。わかったな。この色をねちょっと使っていきたいと思います。もうちょっと混ぜるだけで柔らかさが出ますね、やっぱピンクは。でピンク塗ったところピンクが悪目立ちするんで、ちょっとこう青みをねちょんちょんって入れてあげると悪目立ちしなくなります。どうしたらいいか分からず筆が止まるときって結構あって、でもそういうときもその絵は大事に取っとくんですけど、途中でもねこうそれがまたそのアートになるっていうか、絵のいいところってどの状態でもアートなので、そういうの気にせずに途中になってもいいからやってみるっていうのもおすすめです。これ去年私二課程の時出来上がりを見ても、あもうこりゃダメだ、もう自信ないわって思った時に、今でも忘れられないんですけど、提出した後にマネージャーさんとも今回別に受けたことに意味があるって言ってて、で実際この一番小さいサイズで応募したんで、このサイズでしかも初出品で入選とかは結構難しいとか、あんまりいない、それで入選した方いないって伺ってたんで、絶対無理だろうなってすごい諦めてたんですよ。仕事行く前に連絡が来て、入選しましたって聞いた時にもう本当に嘘でしょって言っちゃいましたもんね。こうめちゃくちゃ嬉しくて、その時もう真夏でドラマと重なってて、セリフの練習の後に夜な夜な絵を描くっていう日々が続いたんですけど、もうその努力が報われたっていうので、もう泣きながら現場入っちゃったりとかして、そのくらいやっぱ自分で作り上げたものだから、絵での喜びっていうのは絵でしか与えられないなってその時思いました。実際二課程の会場行ったらもう他の人が本当に上手くて、それでまた見て勉強にもなりましたし、次はもっともっともっと賞をもらえるぐらい立派な絵を描きたいなっていう思いにもなって、絵での達成感は自分だけの宝物みたいな、自分が努力してきたのを自分だけが知ってるんで、こういう思いでここの部分描いたとか、そういうのをもう自分だけの宝物になるので、ぜひ皆さん一人でも多くの方がね絵に興味持ってやってもらえたら嬉しいです。ゆっくり、まだまだ途中なんですけど、こういう感じですね。ちょっと水がピシャって跳ねたような、ここの滲んだとことかちょっとうまく出せたかなと思います。で最初の方に言ったんですけど、ちょっと仕掛けがあるっていうのは、実はこの絵ちょっと待って、じゃん、塊がいるんですこんな感じかな、あちょっと濃くなっちゃったかな、ちょっとバランス見てね、もうちょっと手を加えたいと思うんですけど、これあらかじめね今日描いといた絵なんですけど、この続きをね今回描きました。ちょっと手直し今からやっていこうかな。ちょっとね濃い色使いすぎちゃいましたね。これねパッて見せてね、すごいいい感じに揃ってかっこいいとこ見せたかったんですけど、ちょっと大胆に消していきます。恥ずかしい。まあでもこれもね油絵のいいところを披露できたということで、ちょっとベージュもね乗っけていこうかなと思います。こんな感じかな。1時間ぐらいでこっちが作って、計1時間半、2時間ぐらいで
ました2枚。一つ書くならね1時間ぐらいで皆さんもできると思うんで、お休みの時とかなんか新しいこと挑戦したいなって時にはぜひチャレンジしてみてください。